用具にナイスお願いします。用分からです。用分からありがとうございます。モヒートありがとうございます。すいません。お前がお前がアラブ石油ビルゲッツで誘惑そばさんタップはキチョピのお姉様になってやってくれない。どんつくらすか。そうじゃ CA 様ありがとうございます。お前がお前がアラブ石油ビルゲッツで誘惑そばさんタップは CA がいないとやってくれない。どんつくらすか。お姉様ありがとうございます。お前がお前がアラブ石油ビルゲッツで誘惑そばさんトップはお姉様いないとやっていけない。どんつくらすこい。そうりゃありがとうございます。ナナちゃんちょっと待ってて。こっちでこっちでニコニコしててこっちで、ね、お仕事だから。おいお前がお前がアラブ石油ビルゲッツで誘惑そばさんトップお姉様いないとやってくれ。ビッグバンありがとうございます。2つもあはー綺麗な花火綺麗なんだろうな、お姉さんをこの花火のようにすごい綺麗だね、ビッグバンいいね。ありがとうございます、モヒートありがとうございます。すごいね、ありがとうございます。みんないい人ばっかりだね。悪い人いないね、ここのリスナーさんね、キチョピのリスナーさんとね。みんないい人だわ、本当に心に余裕がある。うん、僕は昨日心に余裕がなくなりました。もうあまりにパンパンすぎて耐えれませんでした。すいません、欲望のままに、気がついたら、車をラブホテルの方に走らせていました。どうにかなるんじゃないかと思ってとりあえずラブホテルに行って、Google から町田高級デリヘル検索しました。すみません、どうにかなりました。もうだから漏れそうなうんこをもうどこでもいいから出したいと、とにかくそういう状態です。もうコンビニでもガソスタのパチンコ屋でもいいからとにかく出したいと。男の人か分かんないですよね。養分からあります。とにかく出したかったと。よかったです。2発、もうビンビン、もうゼロワンの気持ち分かりましたよ。やばい、2発です。で今ビッグバン花火いただいたでしょ、お姉様から。2発です、ビッグバンです。いやもうだいぶ久しぶりにビッグバン花火打ち上げました。すごかったです。量がね、ヤクルト1本分出たんじゃないかなっていうぐらいすごい量が。岩君からです。めちゃくちゃ気持ちよかったですね。養分から、養分にナイスお願いしますね。皆さんね、今日も押してる？養分に押してますか？押してるの？落ちてきた？無限君からです。母が見てますからね。養分イケメンになってるじゃん、何これ。かっこいい。俺も髪を切りたい。めっちゃいいよ。緑になってるやん、襟足緑。なんだこれ、めっちゃかっこいいよ。これ地毛なの？めっちゃいい。ターコっつうのこれ、何これ、エクステ？めっちゃかっこいい。
カラーめっちゃよくね、今日の服と合ってる。緑濃くね、今まで一番よくね、これ。お、アンテナスクエア、養分にナイスお願いしますね。ナイス押してる？増えてるこれ、ナイス。あ、機長さんも押してないやん。機長さんの勝手に押しちゃった俺。押してくださいね、ナイスね。がっつりいった？あんま増えてないな。あ、増えた増えた増えた。毎日押してる？なんか夏っぽいね。貴重なおっしゃった。ダサくねえべ。1500ナイスいかんか。あと21ナイス。1500ナイスまで。もうちょい。もうちょいいかんか。いや、ダサくないでしょ。うん、サブでもお願いします。あと何人？あと5人。あと5ナイス、投票お願いします。来た1500、来た。 OK、 ありがとうございます。うん、1500来た。皆さんのおかげです、ありがとうございます。1500、あれはでも地毛なんでしょ。俺エクストつけらんないでしょ。これ変だよね、今これエクストつけたらおかしいよね。ここだけエクストね、えかっこいいけどおかしくない？レースだけちょっと髪の毛すきたいんだよね。痛いの。養分から。あれです、モヒート。モヒート。養分から。養分からです。美容室行く。頑張ります。応援お願いします。はるちゃんです。ここいや自分ではできないですね。うん、美容室行きたいですね。どっかあればいいけどね、町田でないのかね、どっか。うん、美容室うまいところないの？髪の毛切りたいわ。機長さん行ってるとこ町田があるけど下手くそですよ。あんま上手くないって。なんか友達のとこ行ってるっすよ。渋谷？あと、うん、機長さん休んでるよ。下手なんだって。激戦区なの町田？じゃあうまいんじゃないの。うん、はるちゃんここらすこい。近くの美容室行ってんの？機長。うん、お前が、お前がアラブ石油ビリゲッツに叩くサマーされたと。養分のリスナーさん、おーれ様、ありがとうございます。感謝ですよ、僕から。あー、いつもありがとうございます、お姉様。ねえ、いつもくれ。養分にナイスお願いします、皆さんね。キャスル氏絶対に取られたらダメですよね。
絶対取りましょう今回も、ね、ナイス無料ですからね、一番負担がかからない賞金になってます。養分伊藤の右下ナイス、全力で応援お願いします、もう引いてあります。正気抜けてもうてるやん、だから言ったじゃないですか、抜いちゃったから覇気がないでしょ、うん、もう リラックスモードになっちゃってて今スカスカなんです今、腰に力が入りません、うん、そうなんですよ、抜きました、うん、これバレるのか、やっぱ彼女とかいたら、あこいつ抜いてきたなみたいな、バレるの分かっちゃいます、顔で温度じゃないです、分かっちゃう、お薬飲んでるっすよ、分かっちゃいます、別人なの、な何が違うの、何が違う、優しい、優しい顔になるんだ、ギラギラしてない、どうした、抱っこしてほしいの、すごいな、ララちゃん抱っこしてって、すごっ、こんな甘えんぼだったっけ、クンクンっつって、あ、これ2階に行きたいのか、2階に行きたいの、俺に抱っこじゃなくて、市長さんのとこ行きたいのかな、抱き癖ついてる、2階の方見てんだよな、うん、2階の方見てるぞ、それ連れてけってこと、これ連れてく、連れてってやるか、だって ずっと見てるもん、 2階の方、こっちこれ行きたいのか、2階に、養分からです、連れてくか、養分からです、そっちじゃないって、ララちゃん、ララちゃん、そっちじゃないって、違う違う、こっちこっち違うって、ララちゃん、ララちゃん、こっちじゃない、こっち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 、ララちゃん、こっちこっち、違う違う、ララちゃん、ララちゃん、こっちこっちこっち、ララちゃん、違う違う、こっち、ララちゃん、ララララララ、こっちこっち、うれしそうだね、飼い主のとこ悪いんだやっぱり俺より、ね、よし、じゃあお詫びに洗い物でもするか。
終わってるわ。なんだよ、俺やろうと思ったのに。あ、これだけ洗うか、じゃあ。これだけ。これだけ洗って。ね、洗おうと思ったのよ。やればいいか。洗濯はできません。わかんない。うん。色物とかあるしさ。うん。おしゃれ着やないとかわかんねえよ。あかんやろ。ダメだって。勝手にやったら。人んちの洗濯機まで勝手にやったら。俺は嫌だよ。俺はやられたら。別に洗濯機はダメだよ、いじったら。ダメだって。そう、なんか柔軟剤とかこだわりとかあったらさ、嫌じゃん。俺も嫌だよそれ。柔軟剤のこだわりとかあるから、市長さんは。洗濯物の畳み方とかさあるんだって。なんて。あのね、俺思ったんだけど、ラベル剥がすの大変だなって言ってたけど、冷蔵庫入れる前にぬるい状態でもうこれ剥がしちゃうよくない？これついたまま飲むのがダメなんじゃない？この状態で冷蔵庫入れれば何の問題もないんじゃないの？まあラベルです売ってるけど、たまたまラベルついてるの買っちゃってるからあれだけど、もう気がついたらもうテーブルの上にこんなの置いてあったら、もうこの時点で剥がしちゃっていいんじゃないの？そういうことでしょ。だからこれ飲んだ後に一気に剥がす作業がめんどくさいんでしょ。もうじゃあ気がついたらどん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 剥がしていけばいいのね。そういうことでしょ。どんどん剥がしちゃうじゃん、ラベルついてたら。だって大阪はさ、こんなんないもん、ラベル剥がすとか。文化が違うんだから、しょうがなくない。絶対大阪の方がいいで。こんなん、こっちの地方だけでしょ。やってられんで。大阪マジ楽だよ。ワンチャン缶とか混ざってても大丈夫だよ。乾電池とか何でも大丈夫だよ。大阪引っ越してきな。札幌も、福岡厳しい、静岡厳しい。大阪異様なのかな、大阪だけなのかな。養分も分別してないでしょ。福岡厳しいの、大阪だけなんだ。養分分別いらないって。マジいいよ大阪。だらしないというか、めっちゃ楽、ゆるいよね。ハサミないの？ハサミ。
ハサミないと。これがめんどくせえな、これ杏仁豆腐うまいけど、これがこれ切って飲むのがめんどくせえな、これ。これね、これどうにか作ってくんねえの、これ簡単に。洗い物しました、しましたから、うん、したの。だから お皿に開けたら洗い物増えるでしょ、スプーンも。ちょうど似てますね、なんかあれにね、形がね、なんかね、なんかに似てますね。ねえ、でっかいでっかい、あー、ダイヤちゃん、でした。
セクサないんで舐めながら指を入れるとすごい難しいね。こんなめっちゃ難しいよね。これはあの気持ちいいんですか、女の子は。気持ちいいの、舐めるので精一杯なんですけど、指を入れてくれって要求されることが多くて。10個ですか。マリアちゃんです。タクちゃんですか。教えて。どうなの、舐めるだけじゃダメなの、指も欲しいの。やっぱりあります、入れて欲しいの指も。そうなん、いらない、舐めるだけでいい、舐めるだけでいい。指もね、一緒に入れてくれって、こう手を持たれる時があるんですよね、女の子。手をこうこっちの方にみたいな、指も入れてくれみたいな要求が、いらないですよ、大変だよ、入れときといらないときがある、ダブルで、ダブルでセットで、すごい大変。両方だよ、大変ですよ。手首がおかしなことだ。肩もおかしくなる。こういう状態だから。TikTok 向いてないですね。向いてない。まだ2時半ですよ。向いてないわ。小前くんのベトナム、行くの今日。送っていくか。どうする？もう行っちゃったの？送るか？成田まで。明日行くの？考えてもない。送る？何時に行くの？あ、ワンライブカップがあるんだ。あ、スイカはニコラスコイ。タクちゃんです。送んなくていいの？こまいんち遊び行くか？たまには。あ、誰かいるの？送りが。お前の家に一回も行ったことないじゃん、いない？聞いてみる？待って、駒井くんちってここから近いの？宮前平だっけ？宮前区？宮前平？遠くない？うわ、40分かかるやん。まあまあ遠いやん。フェリッパーが送る？暇だから送るか？40分かかる。これもう一本道だね。一本道。あ、ダメだ、これ見しちゃう。ここの住所バレちゃう。危ねえ。危ない。住所バレちゃうとかだった。危ない。何やってんだ、せいちゃん。ダメよ。せい、危ない。バレてねえんだもんね、こう住所ね。もしもし。もしもし。何してんの？もううんこ行きたい。家？家ですよ。明日行くの、ベトナム？明日行きます。誰か送ってくれる人いるの？
羽田なんで、まあ近いんで。行けるの一人で。いや送ってやろうか。30茶屋大丈夫。30茶屋大丈夫ですよ。行ける。そんな220万借りてる人の手を、ね、借りたらもっとなんか請求が。自覚はあるんだ。自覚は借りてるってないことになってると思った俺。いや、あります。あるの自覚。いや、まあ一応は、うん、ほんで何、ベトナムでスロット行くの？ガンガン使おうって。ガンガンで勝ったら返してくれる？いや、無理ですね。なんで？さすがに。いや、おかしいだろ。勝ったら返せよ、さすがに。いや、もう絶対無理です。なんで？いや、もうパチンギャンブルで買ったお金は、まあ、そもそも僕のお金なんで、僕がその配信でお金を稼いで、うん、じゃあ、どうやって捻出するの借金を。え、だからそれは自分が買ったお金じゃなく、自分で働いたお金で生産に返すと。いつ返してくれるの？それはちょっと目処が立ってません。まだ立ってないの？はい。ゼロワンにはいつ返すの？まだ目処が立ってます。まだ立ってないんだ。今何月？8月でしょ。はい。年内には返せる？あ、そうですね。え、ちょっとずつ返していくっていうのはないんだ。一気に返すタイプ？まとまったお金ができたら。え、どんな感じ？返済プランは。あ、でも5000円ずつでもいいっす。5000円？せめて1万円。え、それは何？220ヶ月ってこと？何年かかんだよ、220ヶ月って。1が24ヶ月、あ、12ヶ月、20年。俺43でしょ。63歳、生きてないと、多分死んでると。え、でも生産自身も目標ができるじゃないですか。確かに生きようってなるかも。うん、頑張れる。絶対返してもらおうっていう。うん、あ、じゃあそうする。月1万円ずつ。月1万220ヶ月返済プラン。だから最低1万に。最低 1万。こちら側としても、うん、一気にどっさり持って帰ると、うん、ちょっともうモチベーションが落ちるんで、うん、月々のプランを1万円、うん、月額1万円にしてほしいです。月額1万円。うん、でボーナス入ったら、うん、増やすと、うん、ボーナスないんだって。ボーナス、うん、ないでしょ。だってふわっちでしょ、職業ふわっちないやん。いつ入んのボーナス。いや、そのボーナスっていうのは、その例えばマンスリーポイントの安さが。ああ、賞金。ああ、サブイベとか。そうですね、そういうのがボーナスです。あ、それがボーナス？それがボーナス。あとナイスとか？ナイスはできないんで。うん、まあそうですね。なるほど。賞金入ったら。まあでもその今回のベトナムっていうのは、うん、ギャンブルがあんまりできないと思うんです。観光？その旅ですね。うん、で、まあできたとしても、うん、まあ、2日とか、まあ、北東無双しかできないんで、うん、まあ、北東無双で買ったら、うん、まあ、ちょっとは渡せますね。うん、あ、俺より先に狛江が死んだらどうするの？確かに。どっちが早いんだろう。いや、俺、いや、まあ、僕の方が先に死んじゃったら、うん、お父さんに行きます。そうですね、秋彦さんに220万はい返してもらえばいいか。はい。え、軍資金はいくら持ってくの今回？いや、50万しか持っていかないです、ね。あ、50万ね。は
でも下ろせるんでしょ、50万しか持っていかなくて、あっちで。まあ多分ねえ、はい、とりあえずじゃあ50万持ってくるの、握りしめて。まあそうっすね。うん、いつ着くの、明日出て。あの夜の9時ですね、ベトナム。だから日本時刻だと11時ぐらいですね。夜の11時明日の。はい。おパチンコ会終わってるでしょもう。いや、ハロウィンってと、じゃあハロウィンからスタートなんで。うん、あ、じゃあまずパチンコ行かないんだ。そうそう、行けない。パチンコがあるとこは何てとこなの。ダナンってとこ。あ、ダナン。ハノイとダナンってどれぐらい離れてるの。800キロぐらい。うわ、めちゃくちゃ離れてるやん、うん、どうやって行くの。電車。電車で。新幹線あるの。ない。うわ、めっちゃ遠いやん。うん、何時間かかるの電車で。あ、分からん。でも途中途中で降りようかなと思ってる。さすがに。タバコも吸えないでしょ。何時間かかるか分かんないけど。電車の中でたぶんタバコも吸えるんですね。吸えるの？うん、なんかどでかい大砲みたいな、あの、なんだっけ、キセルみたいな吸ってる人いますよ。すごっ。そうなの。うん。じゃあとりあえずじゃあ返してくんないのね、ベトナム行くけど。その言い方ひどくないですか。ちょっとぐらい返してくれるかなと思っただけだけど。今から振り込みますよ。いくら。もう全部今から振り込む。だって儲かってるもんだってね。もう振り込む。いくらよ。1万。いくら。20万返してとりあえず。これでさ、200にしてやん。220って中途半端じゃん。20万してよ一回。で俺も覚えやすいじゃん、200万って。で信用になるから、20万返してくれたらまたほらピンチの時貸せるからさ。それ20で信用つけさせてよ。20で。え、じゃあ一旦返してまた借りるっていうのは。一回返してまた借りるの。 300？いや結構でかい。だってあのふわちって20万しか下ろせないじゃん。あ、50万しか下ろせないじゃないですか。うん、で今50万やったから、うん、ないっすよ枠が。ああ、あれ、うん、お盆休み入るとさ、ペックスダメなんじゃなかった。いけるの考えてる、それちゃんと。え、ペックスダメなんすか。え、お盆休み確かダメだったよ。それはちょっとあの、それ考えて下ろさなきゃダメだね。お金使わないと。だって TikTok も上限ついてるやろ。いくらまで下ろせるの TikTok 今。それも考えていかないと。積むぞまた。フワチポイントあるからっつってベトナム行っても。え、じゃあどうしても。もう下ろしちゃえばいいじゃん、フワチポイント全部。だから50万ポイントって先下ろしたんですね。下ろしたの。はい、うん、あ、それが軍資金か、今回の。はい、じゃあ返せないじゃん。そうっすね。あ、確かに。うん、多めに下ろさないとね。とりあえずじゃあ、まあ、返せないべ、無理だべ、今日金ないよ。今日の今日は無理ですね。無理やな。絶対に。うん、でも返すあれはあるんだよね、意思は。それだけ聞きたかったんだ。意思は。あるよね。借りてないことになってないよね。それが聞きたかったんだ。意思はあります。あるよね。あ、よかった。忘れられてると思った俺。定期的にでもなんかそういう、うん、ちょっとあの1ヶ月ごとぐらいにちょっと確認の電話取ってくれないと、うん、電話するわ。じゃあ忘れてないよねって。そうっすね。うん、頑張ってね。イベント出るの。あれいつからでしたっけ、イベント。7日から。
後半はね。邪魔な曲ですね。はい。出る？まあ、わからない。その。イベント出て稼がないと。まあ、そうっすね。ね。で、そのイベントの商品の内容にもよりますけど。ああ、商品か。700万稼いでる？そんな稼いでんの？稼いでないっすよ。来てるよ、なんか情報は。なんか変なコメントで踊らされないで。嘘なのこれ。だから匿名と、じゃあ今こうやって話してる、どっちを信用しますか？駒井くん。ですよね。うん。匿名に踊らされないでください。うん。会ったことある人ならね、その信憑性あると思うけど、うん、ないっすよね、匿名誰か。匿名コメントだったね、でも、うん、嘘か、じゃあ、700万、うん、だから、じゃあ、いくら稼いだの、先月。300ぐらいです。300か。え、マンスリーポイント見ていい？何ポイントいったの？300って言った今。で、もしもし。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 あ。もしもし。1300万ポイント言ってて。もしもーし。1300ってことは、600から700。パパがわわる。もしもし。あれ。こいつやっとんだマジで。舐めてんな。お前優也舐めてるなと思う方はもうヒートお願いします。無料アイテム、はい、舐めてるわこれ。もうヒートお願いします。ロバリスさんも舐めてるわこいつ。返す気はでもあるんだよな。いや、多分お金ないね、今日は。もう、うん、コマイカラリアスワンライブ、今月 TikTok ナンバーワンなの？嘘でしょ？ 1 位なの？貴重さんじゃなくて1位なの？ TikTok ワンライブで。マジで？あいつやっとんな、マジ。貴重さん2位なの？基調抜かしたの、すごっ。こいつ天才かよ、マジで。やっぱ稼げるんだな、こいつ。俺より稼いでる、ワンちゃん。マリオが言ってた。うーわ、ゼロワン和解した。ゼロワン、うさこと和解ってことは。アイテム来た。10個のスコア、チョコちゃんのスコア。うっそ、茶番なの？和解です？別れたの？いくら払ったの？650万、奈々ちゃん言ってた、稼いだ金額？小前くんが？お金で解決、いくらだろう？お金 TikTok 配って700万、すごいな。台本ではないんだろうけど、でも和解したんだ。うさこ和解、婚約破棄なんだ。婚約破棄に向けてお金を払う、いくら。お金を払って和解でしょ。今やってた慰謝料がいくらなんだろうね。1000万超えるかな。いや、別れるでしょ。弁護士入れないそうです。いくらだろう。あの家どうなるんだろう。じゃあもう暴露なし、今後ワンライブの暴露なし。なしか。
あ、よかった、いろんな人迷惑かかなくてね。引っ越するって。300万だったら安い方だけど、2年の交際期間だから1000万いきそう。一生秘密を握られて生きる。あ、婚約破棄の最高慰謝料は300万なの？300万だって。いやでもグラフとかいろんなの買ってあるから、それ売ったら1000万ぐらいなんじゃないの全部。次はじゃあ誰と付き合うの？スミハネと付き合うの？タンプレでハリー500万。500万のハリー、ハリーで500万のやつ買ったの？嘘でしょ。500万のハリーは買ってあげたの？ネックレス？うわ、高い買い物したるな俺。ハリーウィンソン、バクラに合わせて若いとかビジネス、まあビジネスになるかもね。ゼロワンはやっぱお金になるね。女はハリー好きなやつ多いね。うん、復縁じゃないと思うけどね。お金のための暴露開示、お金を払って口止め。水さんも気をつけますね。マリオ安心だね。よかったじゃん。でも話の分かる人で、うさこちゃんはマリオ守ったね。みんな眠れる。今日から寝よっか今日は。いや、いくらかかんない。1000万じゃない？ちょっと寝るか今日はね。疲れたでしょ、うさこちゃんの暴露いつだいつだって。ずっと起きてた人いたでしょ今までね。え、疲れたでしょ。休憩するかちょっと。疲れたでしょ。ねんねんこしよう、みんなで。ねんねんこ。ね。昼間だからさ、相手も上がんないじゃん。昼間はやっても無料しか飛ばないじゃん。夜やろ、夜。夜なら飛ぶもんね、相手もね。今、ほら、生活保護の方しか見てないでしょ。夜の方がいいよ、効率が。働いてる人見てないもんだってみんな生活保護でしょ。無料しか飛ばないじゃん。お姉さんも仕事戻っちゃったよ。暇人しかいないよなって今。ニートしかいないよ、働いてないよ。無料しか飛ばないじゃん。生ポでしょ。日曜日仕事休み。機長さん抜きたいんだよ俺。抜けないんだよ。機長日投げちゃった。お出かけ中ふわっち見ないのね。何してる。お出かけ中ぐらいさ、ふわっち見るやめな。お家にいる時だけ見ていいのは。
家臣が不正受給してたって生活保護本当に？なんでめくれたのそんなの。なんで？なんで分かったのそんなこと。中村が確認したの区役所に。凛の暴露、生活保護だったよってあいつって。確証あるのそれ。証拠があったの？じゃあさ、不正受給ってことでしょ？お金返さなきゃいけないんじゃない？認めたの？じゃあ返さないといけないじゃん。何年分？何年分返さなきゃいけないの？どこの区役所？何区？どこに住所置いてんの？この人は何区なの？すごい録音してる。三鷹？三鷹区？三鷹から来てんのこいつ、いつも三鷹区役所。車は友達のって聞いてるけどね。でも友達があんな毎日車貸すかね。そんな友達いる？でも車検も切れてんだよな。任意保険も入ってないんだっけ。もうダメだろこいつ。家臣普通貸さないよな。シャランポランだなこいつ。やべえな。友達を済ませて家賃取ってた。うわゴミやん。家臣借金はあったの？任意保険入ってないからね、あかんねえ家臣。天然半ばの銅剤なんで関係ある？関係なくない？天然ストレート中村は関係ないでしょ。うん、銅剤じゃないよ。家臣があるんでしょ。生活保護が住める家は安いでしょ。3万とかじゃない、うん、いや事件でもないけどね別に。深掘りしたところで何も起きないけどね。アカウントバンとかなんないでしょ。 A バンならでもね。不正受給は、あ、生ポの人お金あげたらダメなのか。支援したら収益も報告しなきゃダメだよね。ふわっちの、うん、6万5千出るの。4万2千とかあるの上限が。いや多いわ。でもふわっち生活保護、生活保護ガチで受けてますっていう人どれぐらいいます？今これ生ポ生活保護受給者です生ポ多いでしょ。ほらめちゃくちゃ多いやん。ほとんどやん生ポ。ほらプラチナもいる。プラチナも金太郎も多い。金太郎も金太郎やばいじゃん。ほらまず金太郎来ちゃう。いいよな。俺も生ポ生活がいいわ。うん。彼女作ってさ、生ポになりたい。うん。
さあ風俗も行かなくて済むやん、お金かかんないじゃん、めちゃくちゃよくない？でテレビ買ってゲーム買ってさ、毎日さエアコンつけてさ、最高じゃない？涼しい部屋でさそうめん食ってさ、いや生活できるでしょ、13万もあれば十分。お、2ヶ月いけるよ、13万あったら。車乗れなくなる、いらんやろ車。医療費もタダでしょ、ナマコ最強でしょ。クーラーは切らなきゃダメなのかな、どうなんだろう、つけっぱなしでも大丈夫だよねエアコン。ナマコの人は切るのかな、いちいち1時間おきとかにクーラーつけれる、いけんの24時間。どうなっちゃう24時間クーラーつけてたら、何万っていっちゃう。光熱費は別でしょ、3000円まで、扇風機がしんどい、3万いっちゃうかな、24時間つけっぱなしエアコン3万いく、3000円しか使えないの、24時間つけてるけど電気代6000円か、決まってないでしょ、そんないかない、最高じゃん。24時間エアコンつけてさ家でゲーム三昧、最高。みんなでナマポになろうよね、もう働く時代は終わったんですよ、もう楽しましょうね。そんな残り人生何年あると思ってんの、もうすぐだね、楽しみましょう、楽しましょう。もう30代40代の方はあと20年か30年だから、大体ね、働くのもういいでしょ、働かなくて、たまには楽しましょうよ、ね、人生一回きりなんだからもう楽していきましょう、お世話になりましょう、お金稼いでる方の税金払ってくれてるからね。ナマコ最強だって、そうだ、アンチコメして開示請求されても大丈夫から、無敵だから、お金ないんだから、払えなくて、払えないもん、無理だから、貯金できないよ、しょうがないじゃん、仕事して自由の方がいい、自由はないで、仕事してたらいきなり上司に呼び出されたりさ、ねえ、有給も取らせてくれなかったり、働いてる時点でもう奴隷だからね、もうないですよ自由なんか、拘束時間も長いでしょ、もう社長になんないと、働くんだったら従業員の時点でもう奴隷ですから、そう、説教も受けるからね、上司から怒られたくないでしょ、いい年して30代40代になって年下の上司とかいるわけでしょ、嫌じゃない、もう社長だった方がいいよ、嫌でしょ、もう引いたりです、僕はねそれが嫌で仕事辞めましたけどね、人に使われるのが嫌で、僕はこの何給料30万40万マックス、トラックの運転手でね
満足してなかったです、うん、つまんないなと思いました。給料が30万毎月、何もできません、うん、パチンコも行けません、うん、いい女も寄ってきません、うん、そしたらじゃあどうするか考えたんです。配信しかないな、一発逆転、うん、当てるしかないな、自信がありました僕には、大正解です。決断力、配信でやってるのは結構難しいです。才能がないとセンスがないとダメです、大変ですけどね、そう、最初に貧乏で楽しませちゃう配信者さんいるじゃん、あれねダメなんですよ。金持ち出すとこいつつまんねえやってなっちゃうんですよ。それで定着しちゃうとね、貧乏キャラで、それが忍法さんとか一気に下がったでしょ、プラチナって。あ、こいつに金持たせたらつまんなくなっちゃった。難しいんですよ。貧乏キャラって火薬さんとかいたじゃないですか。あれ数字取れるんですけどアイテム上がんないです。うん、だから難しいんです。今日家賃払えませんとか、携帯止まるとか、電気ガス止まるとか、あの見せ物買いになっちゃうんですね。アイテム投げてくれなくなっちゃう。うん、でも難しいですよ。人は集まるけどアイテム上がんない、バランスがね、課金してくれる人がいなくなっちゃう、うん、そう、もう忍法さんオワコンでしょ、ダメでしょ、もう前人気あったけど落ちるの早かったね。もうツイキャスいっちゃったっしょ、うん、シルバーになっちゃった、うん、怖いね人気商売って、すぐ落ちちゃう。もうシルバープラチナだったよね、プラプラまで行ったっけ、うん、ニコ生主はね、コメントはブワーって書いてくれるんだけど、リスナーさんね、ニコ生のリスナーさんはあのコメントの流れが早すぎんだよね、うん、コメント稼ぎするから生主って向いてないんですよ、課金サイト、うん、読まないんですよね、垂れ流しになっちゃってる、下手くそなんですよ、うん、そう、ニコ生でプラプラってあんまりいないですね、うん、課金してくれる人がついてつかないですよね、ニコ生って難しいよね。同じ配信サイトでもね、アイテム重視の配信サイトだから、ここは人数いりませんからね、なんならあのコメントもそんなにいらないですから、滝が流れるぐらいの確認できませんから、アイテムが無料アイテムでさえね、一個一個ね、本来のこの無料アイテム一個一個開けなきゃいけませんから、相互フォロワーのリスナーさんが来てたら気づいてあげないといけませんから、うん、あ、いつもありがとうございます、今日は無料アイテムだけでいいんですか、この前はね課金してくれたけど、いますからね、これ今現時点でいますかね、あの総合フォロワーの方ね、うん、最近これ無料しか投げねえな、有料アイテム投げねえなって言ってあげることで、こう気づいてあげる、お互い気づかしてあげる、これが大事ですね。ね、言ってるそばから来てますけどね、総合フォロワーで最近ね
アイテム投げてない人ね、2人いました今、総合フォロワーの方、こと喋ってる間にもフォロー外しますからね、容赦なく。いりませんからね、この総合フォロワーの、これ価値がありませんから。うん、2人いました今。どんどん切らしていただきますからね、無料アイテムしか投げなくなった、そこの君だよ、そこの君、お二人さん、うん、TikTok で投げたらフォロー外された、誰に誰に、 TikTok で投げたらフォロー外されました、誰に、 TikTok で誰に投げてたら誰に外されたの、プラチナさん、どういうこと。うん、それ見てますよ、そう、誰に、誰が誰に、プラチナさん、主語述語、俺は違うよね、俺だって TikTok のフォローとかいじってないもん。誰、駒井くん、ゼロは機長、プラチナさん教えて、俺じゃないでしょ、 TikTok で投げてたらフォロー外されました、僕は違うよね、誰、ふわの、あ、TikTok で投げてたら俺が外したの、フォロー、いや、それはないでしょ、 TikTok に夢中でふわに来てなかったので、せいさんにふわのフォロー、あー、プラチナタヌキを、プラチナタヌキのフォロー外したの俺が、それ事件じゃない？いや、そこまで投げてないですよ、多分この方は。俺そこまで投げてたら外さないもん。うん。外されたくない、心すっごい。あ、ゆきちゃん。来てくださいね。3ヶ月ぶりに来たの、しょうがない、誰だこれ、いや、そんな投げてないでしょ、3ヶ月ぶりにふわっち来た、誰、いや、そんな投げてないですね、僕に。プラチナさんね、他に投げてプラチナになってるね、俺に投げてプラチナになってないね。うん、頑張って来てね、稼いでね、よいしょね、誰なんだろう、いや、そこまで投げてないです、絶対プラチナでしょ、僕に投げてないでしょ、そんな、うん、なんアカウントをちょっと教えてもらっていいですか、 どんな感じなんですか、うん、男女、さあ予想中だと思う、多分、うん、教えてほしいですね、プラチナさん、ちょっといいですか、教えてもらって、多分ゼロリスでしょ、うちのリスナーじゃないわ、うん、俺に投げてたら外さないもん、絶対プラチナは外さないよ、うん、多分知らないよ、うん、認知してません、はい、その通りです、この方、この方なの、まあ、知ってはいるけど、そこまで投げてないよね、僕にね、プラチナなんだ、知ってはいるけど、フォロー欄そんな上じゃないですよね、うん、女の子、どこのリスナーだろう、ゼロリスかな、うん、フォロー欄上位に食い込んだことないですね、僕のね、うん、強いですね、ここら辺、分かってる分かってる、前投げてくれてたけど、そこまで上位に食い込んだことないです、うん、
プラチナさんなんだ。プラチナはね、フワチに10人ぐらいしかいないんじゃない多分。ここで2人ぐらいじゃない。プラチナさんいますか？2人ぐらいしかいないんじゃないここ。全体で10人ぐらい。うん。プラチナさんいますか？プラチナ、たぬきさん。1人。あともう1人でしょ。もう1人。プラチナ。もう1人ね。はい。1人。もう1人。2人でしょ。3人いる ?3 人いる ?2 人のみ ?2 人ぐらいか。うん。あと1例プラチナ。お前が、お前が。アラブ石油、ビル・ゲイツ、そもそもトップは、匿名されたってやつ。うーわ、マジで、社長。そのレベル1がなかなか上がんないんですよね。うーわ、ってことは119レベル、すごいじゃん社長。はあ、これプラチナになってほしいけどね。そのゲージがあとどれぐらいあるかっすよね。ギリギリなのか。あのゲージわかるじゃないですか社長ね。このゲージがあれがこんぐらいなのか、ギューンなのか、もっとあとちょっとなのか。うん、そこっすよね。まだ こんなんかね。119の一番最初の方だったらお金かかりますね。まだね、僕はねレベル高いですよ。視聴者レベルめちゃくちゃ高いよ。ビビるよマジで。オレンジのライン同じぐらい。お前が、お前がアラブ石油ビリゲイツ、そもそもさんと社長いないとやっていけない。あーなるほど。じゃあ結構時間かかるっすね社長。それ同じぐらい、まだ先最初の方っすね。でも社長のペースだとまあ1ヶ月2ヶ月ぐらいかかるかな。うん、もうちょっとね頑張りましょう社長ね。 ここでもお願いします。社長の推しはあの人で合ってんのかな。僕の認識で合ってんのかな。あの人で合ってんのかな。ねえ、フォロー1位ってな。いろんな人投げてる。お前が、お前がアラブ石油ビルゲッツ外枠そばさったと社長のやつやって。これはでもフォロー1位ってなってるから誰か激推しが一人いるんでしょ。その人なんでしょ。でもいろんな人投げるけど、うん、女の子なのかな。ラスクイ、俺はなんかあの男性のさ配信者さんだと思ってるからね。あそこのリスナーさんだかなと思ってる。いろんな人投げてんだね。すごいね、プラチナが2人いますここに。ねえ、金たぬきどれぐらいいますか。金さん何人いますか。プラチナが今2人で119が1人。金たぬきさん何人ぐらいいますか今。金たぬき1人2人。金は少ないか。4人3人4 5 6 7 何人いるこれ。1234567 7 8
8。おお、8人、すごいね。うわ、9、10、11人、11。あらららららら、11人もいるで、すごいね。12、素晴らしいね。プラチナが2人。おー、12、すごいじゃん、半端ないって。金たぬきさん、もうみんな自営業の、うお、プラチナもう1人来た、すごいね。ちょっとうんこ漏らしそうになっちゃったから、うんこしてきます、すいません。金たぬき多すぎてうんこしたくなっちゃう、これすいません。ちょっと無料アイテムお願いします。Thank you.
数字の方ね、僕らすごいね。昼間はあのラーメン行ってましたね。車ラーメン。うん、ラーメン好きなんですよ。あと機長さんの配信ずっと見てたり。そう。ラーメン屋の前はデリヘルですね。デリヘル。本当。そう。二発。うん。オプションなし。当たりなのかな。皆さんは外れって言いますね。アンミカさんに似てる。うん。アンミカさんに似たデリヘルジョ。ダメですか。熟女。うん。いや、それね、697号さん、それね、言っちゃうと、ちょっと大人の事情でダメなんで、そこはちょっとご想像にお任せします。うん、利用規約に違反しちゃうかもしれないんで、そこを答えちゃうと、いや、ご想像にお任せします、それは。うん、それは言えません、僕の口からは。2発ですね、2発。うん、いや、攻守できますよ、両方。40ぐらいかな、40後半ぐらいかな。いや、ダメでしょ、もう。もう引いたやつ。うわって、しょうがなくね。その方もお仕事としてやってるんだからねえ、僕としたくて呼ばれてきたわけじゃないんだから、そんな運でしょ、お互い。あっちもさ、お仕事で来てさ、コンコンって来てさ、うわっ思ったかもしれないじゃん。マジかよって、ハズレかよ。うん、お互い様じゃん、それは。でしょ。うん、こっちはお金払ってるけど、デリヘルの場合はね。うん、おじさんだからね、僕も。そりゃ仕事だけどさ、若い人の方がいいでしょ、おじさんより。うん、いや、結構ボロかったっすね。古いホテルだった。結構高えのね、ほんで2万超えるって、バリアン泊まれるでっていう。結構古い、広いけどね。うん、土日だからかな、普段から高いの、あそこウォーターホテルってめっちゃ高いな。高すぎ。2万2、3000したよ。夏休み料金なの、これ。旅館も高いの。チップあげない。うん、だ、中とか外とか言えるわけないでしょ、それ。中ですかって、あ、中どっち、中中、どういうこと。2つの意味があるよ、それ。中ですか、中ですか。うん、レベル、女の子のレベル、中の上とか、生ですかってこと。
中ですかって。 NL とか答えられません。それはダメでしょ、それ言ったら。うん、ダメよ、それ言ったら利用規約違反になっちゃうから。それ母が見てますから、常にね、自分の親が見てると思って発言しないといけない。自分の親が見てても恥ずかしくないような発言をしないと落とされますからね。いくらふわっちだといえね、うん、緩いけどね、ダメですから。おすすめ欄から消えますからね、そんなことばっかやってたら。俺おすすめ載ってる、これいるの、機長さんのアカウントだと。これおすすめ欄出てないんだけど、フォローしてるからかな。おすすめ見て、ちょっと一回不安になってきた。おすすめ見て、いるの俺、いた、どこら辺にいる、一番上どこら辺、何段目、何段目にいる、一回見てきて、一番上一番上なの、マジ一番上、一人目にいる。やばいじゃん。僕をおすすめしてるってこと？ってことは発言とか気をつけないといけないね。いや、フォローしてるとさ、今機長さんのアカウントなんだけど、フォローしてると出てこないんだよな、おすすめに。それさ、おすすめ出てる人って僕のことフォローしてる？してないでしょ。機長さん俺のことフォローしてるから、視聴者数順にはあれだけど、してない？してないからだお前ら、バカお前、45番てめえ、お前だいぶ若い番号なの、なんでフォローしてるんだよお前、フォローしろよお前、二桁番号でお前、なんでフォローしないのお前、フォローしてたら出ないんだ、しなくても出てくる、してくださいよ、課金しないと外すよ、うん、総合フォロワーになったらな、当たり前だろお前、余裕で外すよお前、いらねえもんだって、二度と来るなと思うね、総合フォロワーだったやつがさ、投げなくなってさ、ああなめとんかだよね、ブロックしたよお前、ブロックしてもいいぐらいだよ、外されたろ、意識が低いからだよ、来るな、帰れ、どこ行け、うん、ガンガン外すからね俺、悪いけど、うん、復活した人は投げてくれたんだよ、そうだよ、課金しないと意味ないからね、イベント勝てなくなったら、うん、投げてますかちゃんと、うん、でも明らかに全体的にあのポイントが下がってますよ皆さん、もっとやる気出してくださいね、お月ちゃんがいるからいいだろう、そういうふうに思ってませんかね、お月ちゃんの負担がどんどん増えますよ、うん、いいんですか、あとお月ちゃんを助けてあげてくださいね皆さんね、うん、ダメですよ、みんなで助け合わないと、団結です、思っちゃってるでしょ、どうせお月ちゃんにかなわないからね、えダメですからね、お月ちゃんもいつまでいるか分かりませんからね、うん、でしょ、団結です、うん、大丈夫、そうだよ、いついなくなるか分かんないもん、怖いよ毎日、うん、イベント休むか、じゃあもうさ8月これで終わりにするか、イベント、うん、秋は絶対来ますからね、本当にマジでマジで秋は来る、3ヶ月に1回来る、でもお月ちゃんもう1年ぐらいいてくれてる、お月ちゃんほんと長いわ、
ただちょっとハイペースだからちょっと心配になるんでね。燃え尽き症候群出そうでさ、月ちゃんが、うん、ペースが速いのよ、すごいのよ、うん、よく破産しないなって。長いの、普通3ヶ月で飽きちゃうのよ、うん、大したもんだよこのペースでさ、1年間ついてくるってすごいね。何やってんだろうね、何やってる人なんだろう、投資なのかな、投資家なのかな、あのマー君とかのああいう感じなのかな、あのクリスチャン・ディオールのさ、あのでっかいバッグにさ1000万円の束がドバドバ入ってんのかな、ねえ、すごいよな、風船でも一人一人お礼出してますから、感謝の意味を込めてます。あのね、風船1個だけ投げてお礼来たってことは、また来てくださいねって意味ですよ。風船でもいいんで、普段ね風船なんか投げるなとか言ってますけど、気持ちを込めて一人一人お礼出してますから、うん、僕ぐらいじゃないですか、大手配信者で風船でお礼まで書くのは。嬉しいですよ、風船でも、うん、もらったことないでしょ、僕は出してますから一人一人、僕ぐらいじゃない、めちゃくちゃ気持ち込めてますからね。嬉しくて他の相手投げた、うん、あ、機長さんも出してるか、機長さんと僕ぐらいかな、あ、養分も律儀な男だね、やっぱり、やっぱりナイスな男だ、うん、お礼求めるなら投げたくない、じゃああなたには個別でお礼しませんから、うん、言ってください、一斉送信なんで、あ、一斉送信じゃない、あの個別で送ってるんで、あなただけ外しときますから、うん、言ってください、俺いらない人は。ゼロワン来たことない、ゼロワン送ってないんだ、うん、どんなに配信ね遅くなって何時間もやった後でもお礼はちゃんとしますからね、僕はちゃんと、だって嬉しいですもん、そんなアイテム投げてくれてさ、いっぱい、うん、いいね、3つナイス、ありがとうございます、いいね、ありがとうございます、うん、あー、サブからね、嬉しいよね、ありがとうね、無理はしなくていいからね、いいね3つっていくらするの、30円ぐらい、いいね3ついくら、10円ぐらい、俺行きますからね、8円、10円もしないの、うん、無料でもらえるやつか、これ人参投げたら当たるやつか、4個で50円、ん ?40 個で50円。なんぼやねん、3つって。40個で50円。めちゃくちゃ安ない。僕、地投げしないですもん。遊びに来る、誰よ、どこによ。意味思わない。3つで1円?5個で1円、うわ、1円にもなんないやつや、うん、風船は100個で40円、めちゃくちゃ安いね、バラ以下、安っ、
ちゃくちゃ安いね。ありがとうも言わなくていいね。1円以下じゃん。うん、俺もいらないんじゃないかな。ねえ、ちょっと投げたらプロフから X で DM 送ってくる配信者さんがうざい、うざい人もいるんだけど嬉しい人もいるのよ。だからあれよ、ポスティングと一緒、マンションのさポストにチラシ入ってるでしょ、それと一緒。それでさ、ほら水道のさ、なんか排水溝が詰まったとかクラシアンとかあるじゃん、たまたま探してたのよって業者があると仕事来るみたいな、それと一緒。チラシチラシ送るやついるんだ。あの誰金太郎さん NG で教えてくんない、ポスティングしてくるやつ誰。ちょっと投げたら DM してくる有名どころの配信者さんいる、なんてやつ。ヘイ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 、そんなことやってんのポスティング、あいつだから、あいつイベント強いのか。誰、金太郎さんちょっと教えて、誰から来たの。いるんだ、ちょっと投げたら DM でありがとうございましたって、また来てくださいみたいな。誰だよ、金太郎さんじゃないと。ノラはちょっと信用ならん。金太郎いたでしょ、なんか DM うざいって。一人いたでしょ、あれノラだったっけ、金太郎じゃなかった。あ、359か、359、誰、359、銀か。あー何、銀たぬきなのノラ使うの、わざわざカモフラだったのノラ。誰よ、誰、男か女か教えてよ、名前教えてよ。カモフラいっぱいのこれ、隠れ銀、隠れ金たぬきもいそうやな。オープン赤は無課金にリスナー用にして、課金してくれるリスナーを観客がフォローして電話口が多い。はあ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 、使い分けてんのか、鍵赤と鍵なし。課金してくれるリスナーさんを鍵赤に誘導か。あー、野良用とね、金たぬき銀たぬき用に、なるほど。プラチナ女ってコメントしてる、プラチナ女、プラチナの女って359、プラチナの女。うーん、あ、俺はプラチナの女から来た。プラチナの女誰だ、3号機誰、 NG ワードでもいいよ、184でも。プラチナの女で営業してるわ。友か、ひとちゃんか。プラチナ結構多いからちょっと絞れない。誰、マユ、プラチナプラスじゃなくてプラチナ。トモ営業してる、ムー、トモちゃん、めちゃくちゃ多いよプラチナは。ファンちゃんプラプラ、トモもプラプラ、プラチナの女だね。黒餅、黒餅さ、先月めちゃくちゃ強かったのに今月めちゃくちゃ弱くない、なんでな、あれマジ謎なんだけど、あれ謎じゃない、メガホンさ100万個だぜ、100万個黒餅、先々月あれ何だった、
メガホンが100万個飛んだんだぜ。メガホンだけで1000万ポイントついたんだぜ。誕生日だからっつったって怪しくない？怪しいやろ。100万個飛ばねえだろ絶対。で先月どうだった？6月が3位になったべ。それで1000万ポイント入ってメガホンだけで、で課金が1000万ポイント入って2200万ポイントやろ。で7月よ、7月どうなった？女の子で言うと6位がマユ、7位がマリアちゃんでしょ。でムーチャミが9位でしょ。ポロが11位でしょ。どこにいんの？先月黒餅、黒餅いないぞ。7月イニシャル A、 イニシャル A、 プラチナで誰だ A。 傘だと分かんねえよね。黒餅7月何位なんだよ。いたよ71位。はぁ、何だったん6月。アーシー、アーシーはゴルプラじゃない。これ、マグレにも程があるだろ。先月マンスリー3位で7月71位だね。どうした？何があった？2200万ポイント叩いて先月180万って。離れたの？いきなり無理しちゃったってこと？パンクしたってこと？意味が分からんの。投げすぎたの？不上げ？破産した？で今月は8月は8月ないなんだ。いないぞ、いないぞ。黒餅いないっすね。え、やめた？これやめた？やめちゃった？いないんだけど。え、100以内入ってないんだけど。嘘やろ。休み？これ休んでる？もしかして。いないんだけど、黒松さん。ないなの？ 8 月末でも見れるよ。いないんだけど。休み？これ。旅行行ってる？投げした。うわ、いないわ。怪しいよ。6月何だったんだマジで。2000万ポイント叩いてよ、次の月が 100万ポイントやで。闇しか感じねえよな。誕生日月だからってよ、メガホンが100万個飛んだりよ。1000万ポイントいく、2000万ポイントだよトータル。8月297位だった。先月ほとんどやってなかったんだ。ああ、だから闇深いわ。僕メガホン最高ね、50万個ぐらいかな。100万個はいかないよ。ゼロワンも70とか80万個ぐらい、100万個はいかないと思う。ゼロワンでもマンスリー対決して50万ぐらいじゃないか。50万個とか大手でも100万個は無理。養分でも無理よ。100万個は、100万個って1000万ポイントあるからね、無料ポイントで。
それが過疎のさ女の子が集められる無理だから、リスナーさんが20人ぐらいしかいないから100万個は無理だから。あれでマンスリー1位取ったら俺マジ暴れてたかんね。うん、絶対チートじゃんって。うん、俺やめてたよマジフワッチ。うん、いや買ってはないと思う。買ったら高いのよ、割に合わないの、売ってるんだけど。だったらアイテム買った方が安いのよ多分。自分で自家製造してんじゃない。怪しすぎるって100万個は。うん、たくさんリスナーさんがいないと無理よ。メガホン売ってるよ、知らないの。買わないでよ、まあ、こういう情報も流したくないけど買わないでね、マジ高いから割に合わないから。あのアホにお金流れるのやめてほしい。うん、ふわっちでメガホン食べて小遣い稼ぎしてるやついるんだよ。買わなくていいからねメガホンは。だったらアイテム買ってもらった方がいいから。うん、売れる、うん、前は売れたりしたけど今は買う人いないんじゃないかな。うん、アホだねあんなの。2000個でなんかいくだけな、2000個、メガホン2000個で2000円とかじゃない確か。うん、そう、アカウント売るってこと。パスワードと ID 教えて、その貯めた職人さん、メガホン職人のアカウントで推しのアカウントに投げに行くってこと。それか頼むとかね、そのメガホンさんに誰々に何時から始まるんでそのメガホンを投げてください。1200個で1万、高すぎだろ。やばならないでね、それ裏で取引してたら。そう、そしたら課金した方がいいよ。いるんだよそういうやつ、小遣い稼ぎしてんの。フワッチでメガホン売ります。やめてね、絶対買わないでよ。うん、みかんちゃん最近全然電話出ないじゃん。うん、なんで電話出ないの、嫌いなの。うん、電話してみるか。もしもし。もしもし。寝たい人だね。せいちゃんと。あとは。みかんと。あとは。みかまたち。じゃあおやすみ。おやすみ。おやすみ。ちゅっちゅっと。おやすみ。ちゅっちゅっと。それではと。それではと。思いっきり外にいたね。外で寝ちゃうのこれ、この人は。外で。うん。扇風機かこれ。すごいガサガサしてる。風切り音が。うん。何？2週間で銀たぬきになったのあなたは。ってことは聞いてもいい、1人何回作れるの、1人50くらいあかんのに無料投げてる人に。あーいますよ、何個でも作れるよね、何個でも作れるよね、アカウントはね、無限に。マクロチートいるよね、無限に無料アイテム飛んだりいる。で、あなたのが事件ですね。2週間で銀たぬきレベル80になった事件です。うん、普通ならないですから2週間で銀たぬきには。すごいな、誰に投げてんの、事件だぞそれ。誰に投げてんの、女の子。95になった、はあ、
誰よあなた、推しが誰、すごいな勢いが、これプラチナになるぞ。どっから来たの、 TikTok？ すごい人来たじゃん、プラチナになっちゃうんじゃない、どっから来たの、 TikTok から来た、あー TikTok からよっしゃー、来たこれ、すごい人来たよこれ。ぜひともですね、あのちょっとアカウントを知りたいので、アイテム一ついいですか、あのフォローさせてください、これも何かのご縁です、いいですか、ちょっとアカウントの方、もう何でもいいです、ちょっとフォローさせていただきたいです、これプラチナになるぞ、この人が一人入るだけでランキングが変動するぞ、すごい力を持ってる、ぜひとも Z 界へ、いいですか、ちょっとアカウントの方教えていただいて、 どんなアカウントなのか、ゴールドはレベル100からですね、でプラチナが120です、一番最上級、359号様、ちょっといいですか、アカウントの方見て、見させてください、もうアイテム何でもいいんで、残り物でよかったらなんか投げてくれたら、あのフォローさせていただきたいんです、お願いします、ね、359号様、未来のプラチナたぬき様、よろしくお願いします、いいですか、ちょっと359号様、いいですか、誰に投げてるんですかね、投げすぎだね、ちょっと、金たぬきはね、いくらでなれるんだろう、1000万いかないぐらい、500万ぐらいか、500万ぐらい投げたら多分なれますね、プラチナは1000万を超えないとダメですね、600万か金は600、すごいね、2週間で91、もう金たぬきになっちゃう、銀は結構早めになるね、いくらだろう、100万ぐらい、銀はすぐでしょ、70万ぐらい、あ、視聴し、配信見てるだけでも上がってくんだっけ、コメントしたら上がるんだっけ、ポイントも確か経験値が増えるんだよね、コメントだけでも、ね、3年かけて無課金の銀タヌキいるの、嘘でしょ、やべえなそれ、課金なしで銀タヌキになっちゃダメでしょ、そんなやつに俺ピョコピョコしたくないよ、俺無課金の銀タヌキに、あ、銀タヌキ様ようこそとかやりたくないね、何も投げねえんだから、そういうやつ無料しか投げねえんだから、ここアイテム安いし買いやすいから逆に使っちゃう、ああね、早くあのアカウント教えてください、359号さん、どなたなんですか、ちょっと、やだね、無課金の銀たぬき、視聴だけで銀は結構いく、ちょっと359号さんお願いしますよ、 TikTok から来ていただいてね、ようこそ西成へ、行くらしいよ、相当でも見てなきゃダメだよ、24時間監視、1個目7経験値、1円で7経験値、2個目じゃ行く、アカウントの件だいぶスルーしてくるね、
アイテム絶対投げないね、359号さん。なんで？なんで投げないんすか？どうして？なんでだよ。うん。教えろよな、まず。さっきの花火は違う、プラチナさん。前、相互フォローだった人。でも僕にそんな投げてくんないから、切っちゃった。TikTok で投げてたんだって。あんなつまんねえサイトで投げやがってよ。全くセンスのねえ野郎だよ。うん、釣りか。うん、パンちゃんが水着配信、あのペチャパイが需要ないだろ。土地狂ったか、ペチャパイ野郎が。うわ、需要ないわ。ペチャパイじゃん、だってこれ需要ないよこれ。え、こんなことしなかったのにな、こいつ。どうしたこれ。あーあーあああ、すごい。ああ、ケツ出しちゃった、ケツ。ああ、ぺったんこじゃないか。スタイルはいいけど。Gカップだけね、色気がないな。あ、やばい、機長さんのアカウントで投げちゃった、無料アイテム。やべ、機長さんのアカウントで投げちゃった、あれ無料アイテム。あかんあかんが、俺のアカウントで投げないとね、ダメだよね。機長さんがエッチな配信者だと思われちゃうね。何これだけ。どこの海これ。これタイトル規制されてる。タイトル規制されてるでしょ、パンちゃんの配信になってるのか。絶対会うことない方から。なんてタイトルに、なんてタイトルにしたんだろう。ありがとう。タイトル規制されてるぞ。タコさんいる。タイトル規制。